皆さんこんにちは、ミフコーヒーの小川です。このチャンネルではご家庭でのコーヒーライフがより豊かになるような知識や情報をお届けするチャンネルとなっております。この度ミフコーヒーはチャンネル登録数が5万人を突破いたしました。皆さんどうもありがとうございます。チャンネル登録数5万人を記念して、今週の金曜日15日夜20時からライブ配信を行いたいと思います。それに向けて事前に質問など集めたいと思いますので、普段気になっているコーヒーのことなど気軽にご質問いただければと思います。さて今回本題ですけれども、以前こちらのコマンダンテとタイムマー S3 の比較動画を作りました。でこの時のコメントでエスプレッソにはどちらがおすすめですかというご質問がありましたので、その後両方使っていろいろとエスプレッソを抽出して検証してみました。そのご報告というか情報共有をしたいと思います。どちらもエスプレッソを入れることができますけれども、一長一短ありましたので、その情報共有をしたいと思います。それではやっていきましょう。今回はコマンダンテの C40MK4 とタイムマーの S3、 どちらがエスプレッソ抽出におすすめですかというご質問に答えていくという感じなんですけれども、結論としては一長一短あるので、自分の好みのエスプレッソに近い方で選んでいただくのがいいというのがまず結論となります。順を追って説明したいと思います。外観や価格等々は置いといて、まずエスプレッソを入れるということに関して比較ということにしました。まず使ってみた感想としてなんですけれども、今回はミフコーヒーにあるフレアエスプレッソ、これで美味しいショットを入れるっていうことでいろいろ調整してやってみた結果です。まずタイムマーの S3 からですね。こちらはまず引くのが早いです。フレアエスプレッソの抽出の場合 13g が、今回はちょうどいいなと思ったので、それに合わせて引いていきました。そうするとタイムマーの S3 でベストショットで落とせる粗さで引くと、大体32秒ぐらいで引くことができます。一方でコマンダンテに関しては引くのがやや遅いですね。同じ 13g 引くのにベストショットの粗さにして48秒かかります。だいたい 1.5 倍ぐらい時間かかるという感じです。粉に引くときに回すハンドルの力というのはタイムマー S3 の方が少し重く感じました。コマンダンテはハンドルを回すのはやはり軽いですね。これはドリップの粗さで引いたときにも説明した通りですね。ちょっと重たくて引くのが早いのと、軽くて引く時間が長い。このトレードオフの関係でミルの特徴が変わってくるという感じですね。ここから言えるのは、まずコーヒー豆を浅入りでエスプレッソで入れる方に関してはコマンダンテがおすすめです。どうしても浅入りに関しては豆が硬くなってくるので、ハンドルを回す力というのは軽ければ軽いほどいいと思います。その代わり浅入りでエスプレッソを入れるっていう人はやはり少し限定的なのかなと思います。最近はトレンドで少しそういうお店も増えてきましたけれども、やはり圧倒的にエスプレッソは深入りで入れる人が多いと思います。深入りの豆は豆自体が脆いので、それほどハンドルの軽さは重要視しないという方も結構多いと思います。そういう場合はタイムマーの S3 がいいのかなということですね。そして本体の重さというのも結構違ってきます。実際の重量差もあるので、コマンダンテの方が軽いです。その代わりコマンダンテは本体の太さというのが結構太いです。そういう意味で手が小さい人に関してはコマンダンテはやや握りづらいという部分はあると思います。次に粗さ調節、結構重要な要素になっていきますが、粗さ調節は圧倒的にタイムマー S3 の方がいいと思いました。まず外側で粗さを調節できるっていうのはやはりエスプレッソ抽出においてはすごくいいです。しかも起点から何クリック動かしたとかではなくて、ちゃんともうメモリの数値が書いてあるこの外部の調節機能なので、これがめちゃくちゃやりやすいですね。一方でコマンダンテに関しては内側についている粗さ、しかも一番きつく締めたところから何クリック開けたかで調整していくので、ちょこちょこ調整するんだとやはりちょっと煩わしさを感じるというところがありました。加えてコマンダンテはヒット段階で動く粗さが大きいなという印象がありました。タイムマー S3 の方が本当にちょっとずつ粗さを変えることができるので、本当にベストなショットに調整しやすいんですけれども、コマンダンテだと一段階変えると結構行き過ぎちゃうっていうのがありましたので、そういう意味では本当に厳密にベストショットを調整するということでしたらタイムマー S3 の方がいいと思います。一応補足としてはコマンダンテのオプションパーツでレッドクリックスというのがあります。だいたい8000円ぐらいするオプションパーツなんですけれども、これを使用すると同じ本体を使っていっても粗さを調節するネジ山の数が変わるので、
一クリックで動く段数がより細かくなるというオプションがあります。これを使ってようやくタイムマーの S3 の使いやすさに並ぶようなイメージを持っていただければいいのかなと思います。通常版のコマンダンテだとちょっと一段階で辛さが変わりすぎちゃうという印象はありました。肝心の味わいについては同じ圧力をかけて同じ時間数で抽出できるような粗さで調節してあげればタイムマー S3 もコマンダンテもさほど大きな味わいの違いはないなという印象を持ちました。ということでいろいろと違いを並べてきましたけれども、ざっと一覧にするとこんな感じですね。そして結論としては浅いりでスペースを入れるんだったらコマンダンテの方がいいかもしれないなという感じです。そうじゃなくて浅いりでスペースは入れなくて深いりの豆を使って入れるとかシティローストぐらいの豆で入れるっていう感じでしたらタイムマーの S3 の方が個人的にはおすすめかなと思いました。はい、では今回はサクッとですけれどもタイムマーの S3 とコマンダンテの C40MK4 のエスプレッソに入れる時の違いなどをお話ししてきました。気になっている方は参考にしていただければと思います。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。今回の動画が参考になったとか、ニフォーヒー応援したいと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。またチャンネル登録や何か動画へのリクエストやコメントなどありましたらコメント欄いただければ幸いです。冒頭でもお話しした通り、今週末の金曜日夜8時からライブ配信を行いたいと思いますので、それに向けてのご質問などもありましたらコメント欄いただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。